宮本君。日本共産党の宮本徹です。昨日参考人質疑がありましたが、2つの法案への批判的な意見もたくさん出されました。そういう点で言えばですね、今日この後質疑終局ということになりますけれども、審議はまだまだ尽くされていないということをですね申し上げまして、質問に入りたいと思います。で、質問通告の順序をちょっと変えますけれども、はじめにですね、一点、法案の付則の171条の2の意味について、確認しておきたいと思います。先ほど宮崎武議員からもお話ありましたし、本委員会でも何度もインボイス制度の導入で、免税事業者が取引から排除されるんではないかと、あるいはそうならないために強制的に課税業者への転換が迫られるんじゃないかと、このことが繰り返し指摘されてきました。昨日の参考人質疑でも、業者の皆さんの代表としてお米屋さんの太田さんがいらっしゃいましたけれども、課税業者になるのか、それとも、もう B2B は諦めて B2C に特化した業者にですねなるのかと、どちらを選んでも将来はもう潰れるしかないと、もう悪魔の選択だと、こういうことをですね訴えられておられました。そこでこの法案の付則の171条の2なんですけれども、インボイスの導入に関わる事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性などを検証し、必要があると認めるときはその結果に基づいて法制上の措置と、その他の必要な措置を講ずるものとするというふうにあります。法律を見るとですね、この検証をやるのは県経税率制度導入後3年以内めどと、3年以内めどということはインボイスが始まる前に検証するということがこの文言としては書かれているわけですが、ということはですね、ここで言われている必要な対応というのは、インボイス制度の導入を延期するということも含むということでよろしいんでしょうか。麻生財務大臣。これはまず宮本先生、この複数税率というものをいわゆる導入した以上は、これはインボイス制度、いわゆるこの制度というのは、明細書の、いわゆる納品明細書の説明というから、こういったものをきちんと整備しないと、複数税率というのは、なかなか施行できない、まずこれ、大前提です。その上で、このインボイス制度というものをやります場合には、いわゆる免税事業者が、いわゆる課税事業者へ転換というものをやれるかやれないか、そっちの方が得か損か、いろんなこと考えられると思いますが、そういったものをちょっと準備されるには当然時間があって、明日からどっちか選べなんて言われたら、それは無理なんで、そういったもので、私どもとしては、まずはインボイス制度の導入は平成33年の4月ですから、約4年間の準備期間を設けさせていただきます。それと同時に導入からいわゆる約3年の3、6年間は免税事業者からの仕入れにつきましては一定の仕入れ税額控除というものを認めますと、一定にしていった形にさせていただいて、その上で今般の税制改正法案の付則において政府としてはこの導入に関わる事業者のいわゆる準備状況等々、事業者の取引への影響の可能性などを考えながら必要な対応を行うということにしておりますけれども、いずれにしてもこれを導入するにあたって、ちょっと正直我々としてもこれは日本で初めての制度でありますので、どんなことが出てくるかというのはちょっと正直なことを言って、商売したことない役人にそんなことが分かるはずもないんだと私は最初から言ってやりますんで、これはそんな簡単に昨日今日から明日ってすぐできるわけがないと、時間かけてみない限りは絶対こんなものは落ち着かないから、そういった意味で少々最初から厳しくやったってことでえらいことになるんで、きちんとした時間をかけてやっていっていく必要がありますということを最初から言い続けてきておりますんで、そういった意味では我々としてはこの事業者の会にさらに6年時間かけてそういったものをきちんと民防の時期というものを考えてやらせていただきたいと思っておりますので、その間約10年ありという話をして、この間あるこういった関係者の人に会ったら、もう大臣、わしはその頃死んどるからもうええわとか言われて、山に親さん、そんな10年して生きとったらどうするんですかって言って、もうちょっと真剣に息子の話も考えたらどうっていう話もして、ルール説明すると分かるんですけど、そんな
なに今までの仕入れのあれとそのむちゃくちゃ違う話ではありませんので、ルールを説明してもらうさせてもらうと理解を得られる方もおられますので、時間をかけて丁寧にやっていかねばならんと思っております。宮本徹君。だから私が聞いたのはですね、この必要な対応と法律で言っている中には、インボイス制度の導入を延期するという選択肢をですね、これはわざわざ3年以内をめどにっていうふうに書いたわけですよね、検証の時期を。わざわざインボイス制度が始まる前に必要な措置を取ると言ってるのは、今の法案では軽減税率制度導入後4年後からインボイス制度が始まるわけですけれども、その前に見直すっていうのは、見直すこともあり得るということは、インボイス制度の導入の延期という選択肢も含むのかということをお伺いしています。麻生財務大臣。これはあくまでもインボイス制度の導入、それの事態を延期するということを規定をしている、規定ではない、想定しているわけではありません。その上で今ありました171項でしたっけ、171条、ごめんなさい、の第2項に基づきます必要な措置というものの具体的な内容につきましては、これは軽減税率を導入した後約3年ということになるんですが、それをめどに検証というのをさせていただいた、その結果を踏まえてその内容を検討するということのように考えておるというんで、現時点で具体的な対話が固まっているわけではありませんので、そういう書き方をさせていただいております。宮本徹君。否定はされないかあれなんですけども、始まる前にわざわざ3年以内というふうに、インボイス制度が始まる前にこの3年以内の検証といったら、この3年以内と入れた意味はどういう意味なんですか。財務省佐藤主税局長。お答え申し上げます。大臣からご説明申し上げましたように、インボイス制度というのは非常に大きな制度改正でございます。4年間の準備期間を置いておりますので、その間にさまざまな準備等々が行われてくるということで、そこで、どういうふうな対応、例えば延期ということではなくて、何か追加的にすべきことがあるかどうかというのを、そのスタート前にはしっかりと責任を持って検証して、何か必要ということであればやるということを申し上げているわけでございます。スタートしてしまった後では遅いということもあるでしょうから、前には検証し必要な対応をするということでございます。宮本徹君。今の主税局長の答弁だと、いや、大臣の答弁だとまだいろんな幅があるのかなと思いますけど、主税局長の答弁だと、インボイス制度導入の延期は絶対ないというふうに取れるんですけども、そういうことですか。財務省佐藤主税局長。お答え申し上げます。この条文としてはですね、そういう状態は想定していないということでございます。あくまで、インボイス制度がスタートする前の段階で準備が進んでおりますので、その状態が続かなく進んでいるのか、どういう状態かというのを、しっかり検証して、必要な措置が あるのかどうかということも検討するということを政府に義務を課しているということでございます。宮本徹君。今の段階で想定していないということかも分からないですけれども、その後、いろいろ検証してみたら、これはとても日本中の業者を潰すことになっちゃうということが、ここではそういう議論がされてきたわけですけれども、そのことも政府も認識するに至って、今の時点では延期は想定してないけれども、その時点で延期するということもあり得るということなんですか、それとも延期は、この法律の条文は延期は絶対しないということなんですか、どっちのことなんですか。財務省佐藤主税局長。お答え申し上げます。延期を規定しているというものではなくて、なるべくそうならないように、万全の対応を取るという趣旨でございます。宮本徹君。それなるべくそうならないように必要な対応を取ると、今の時点で延期を想定しているものではないけれども、私が延期し、というものは絶対ないと言い切れるかといったら、絶対延期はないんだとは言われなかったということでいいわけですよね。麻生財務大臣。同じことを向こうのが品よく言うから、なんとなく分かりにくいんだと思いますが、導入を延期するという考えを基本に置いているわけではありません。宮本徹君。いや、それは基本に置いてないのは、それは法律としてこう出しているから分かるわけですけれども、ただここで取る必要な措置というのには、そういう事態もあり得るということで
書いてるということでよろしいですか。わざわざこれ3年以内。麻生財務大臣。いろいろ初めてのことでもありますので、導入というものにあたってはいろんなものが我々の想定以外のものっていうのは普通はちょっと税制の世界で考えられないんですが、初めてのことをやりますのでいろんなことが考え起こりうるかもしれんということで、そういった時のことを考えて少なくとも4年したら導入はします。したがってそれまでの間いろいろやってみた結果、ここはいろんなことの不足やら何やらって言っていろいろ検討ということが十分に起こりうる。しかし我々としてインボイスというものはこれ複数税率というものをやる以上はこのインボイスというものは下げて通れんと思っておりますから、複数税率導入にあたってはインボイスというものを導入する4年後というものはきちんといたしております。宮本徹君、ね、今はそうしたいというのは、ね、分かるわけですけども、その延期は絶対しないんだということもですね、おっしゃらないということは確認しておきたいというふうに、思います。それと合わせてその含まれる措置の中にはですね、免税業者の皆さんが課税業者に絶対、強制的にならなくてもいいような、なんか新しいこの法律には書かれてないような仕掛けを考えるということもあり得るということですか。財務省佐藤主税局長、お答え申し上げます。いずれにしてもその4年間という準備期間がございます。その間にさまざまなことが起こりうると、先生おっしゃったようなことも起こるかもしれません。そういうことをやっぱり検証した上で何か制度的対応が必要ということもあるかもしれません。そういうことを不作でわざわざ入れておりますのは、そういうことをしっかりやることで続かなく、スタートできるようにと、そういう趣旨でございます。矢端徹君、いろんなことを考えるということですけれども、このインボイス制度を今のままやれば続かない状態には絶対ならないというのはですね、この間の議論でも多分大臣自身もですねよくよく分かっていらっしゃることだと思うんですね。さっきの宮崎議員のですね資料を見ても一目瞭然なわけですよね。ですからこんな中でですね、課税業者の転換を強制する、もしくは免税業者を取引から排除していくようなインボイス制度をこのまま導入するということはね、絶対やってはならないということを重ねて申し上げておきたいと思います。ちょっとあと最後残された時間で、消費税の転嫁の問題について、少しだけ議論させていただきたいと思います。この間各種の団体が、消費税の転嫁の問題の実態調査をやっています。日本商工会議所も、昨年価格転嫁にかかる実態調査をやられて、3100社の会員さんに聞いてますが、この調査では消費税が全部価格に転嫁できたというのは2014年は 60.6% だったと、それが去年は 57.6% ということで全部転嫁できたという方は減っているという結果になっておりました。そして小売業、生活関連サービス業、飲食業の半数が転嫁が困難だというふうに回答されています。あと宿泊業や卸売りでも転嫁できないという回答がですね増えているというのがその中で出ております。聞きますけども、この転嫁できない消費税があった場合、業者が税務署で納める消費税というのはどこから出してくるんでしょうか。麻生財務大臣。基本的には消費税っていうものは、これは価格に転嫁することによって最終的には消費者にご負担をいただくということが予定されているという、税の基本的な体系としてはそうなっておりますので、仮に今ご指摘のような消費税に転嫁できない場合ということになりますと、これは事業者が利益として確保することを想定している額が減少すると、はっきりはそういうことになろう、と思います。したがってこういうことはならないようにするために、事業者の方々が消費税を価格に転嫁していただくことは極めて重要なことなんであって、政府としては転嫁対策特別措置法等々でこういった引き続きものをしっかり基づいて、これに基づいてしっかり転嫁対策というのに取り組んでまいりたいと、私たちはその法律によって、ずっとこれ最初に5から8年の時にこれ非常に激しくやらせてやったんですけれども、こういった形でやらせていただくということになるんだと思います。以上。宮本徹君、いろんな政府が対策を打っても実態としてはですね、
まあ、政府の調査を見てもいろんな業者団体の調査を見ても価格には転嫁できてない方がたくさんいらっしゃると。で、利益が上がっているところは利益を減らすと、赤字のところはですね、もう赤字でも消費税を納めなきゃいけないですからね。本当に私自身もですね、まあ、保険を解約して払っただとかですね、まあ、年金もある方なんかその年金の方から消費税払ったんだとか本当に大変な話をたくさん伺ってきました。そういう点で言えばですね、価格が転嫁できないという事情があるにもかかわらず消費税は納めてくださいというのは私はこれ欠陥税制だと、一番の消費税の欠陥だというふうに思ってます。まあ、これをですね 10% に引き上げたらこの業者の苦しみはますます拡大すると、思いますので、消費税は絶対、増税者はならないということを申し上げまして、時間になりましたので質疑を終わります。